こんにちは。ただいまの時間は12時15分過ぎ。今日は二郎さんの撮影12時集合です。先ほど電話したら今日だったのっておっしゃってました。今から20分で来るって言ってるんで、今から20分タイマーセットしてみます。タイマースタート。はい、そろそろ約束の20分が過ぎようとしています。 あと10秒、もう20分は多分諦めてください。でうちの遅刻のプロ高田が言うには、20分っていう時は大体嘘で40分かかるとおっしゃってるんで。はい、終わりました。20分、どんな感じで来るか皆さん乞うご期待。はよ、時間取りイタリア人すごくない？高速道路乗って早い、20分以内で着いた。どうする、どうする、みんなイタリア人時間通りって言ってるけど、すいませんそう、日本ではまずイタリアンジョーク言う前にすいませんがスタートなんですよ、二郎さん。失礼します。いや、でも無意識でこの辺に向かってたんですよ、正直言って。だから電話あった時にすごい近いところで、今日何があるかなと思って電話あって、安田はい、させてやろう、はい、やろう、みんなもう行くよ。今日は特別浅草の方に行きましょう。あの辺で結構面白い店たくさんあるから、ちっちゃい船で楽しんで行こう。ただ女性いなくておっさんだらけです。それちょっと寂しい。こんにちは、一緒に船乗りませんか？来婚館しましょう。でも今週は見てください、ゴールデンベイカジキマグロの大会があります。私は27、28参加するんですよ。2日ぐらいサボるけど、一番大事な時にこの船のメンバーの一人です。協力するかもしれない、分かりません。よろしくお願いします。今日は特別のお客様います。いつもツルツル元気で。いやお客様ってうちここお客様、ゲスト、ゲスト。あ、私失礼します。じゃあ今日楽しんでちょっと川行きましょうよ、はい、二郎さん。楽しいです ねやっぱり、ね、天気もいいし。今日二郎さん操船、あ、喜んでお願いします。一応免許持ってきましたです、ね、あ、よかったよかった。出発出発進行。おいおい、イタリア人イタリア人自由すぎるだろジロさん、今日どこ行くか分かってる？浅草に行くことを分かってるけど、本当に浅草どうか分からない。ここまで来たことはない。ここだって初めて通る運河でしょ。そうです。浅草行く前に、はい、まずハンバーガー屋さんによって、ハンバーガー屋さん、そう、イタリア人のジロさんにハンバーガーを食べてもらってから行こうと思ってます。あ、でもハンバーガーというのは船から降りて食べに行くんでしょ？違う違う、船からジロさんがこう取ってもらってくれるようになってます。おお、予約しております。すごいですね。はい、オリエさんの力いいですね。こんにちは、仕事を頑張ってくださいね。暑いから倒れないでください。ごめんなさい、あんまり日本語ちょっと分かんなくてごめんなさい。あれ、強くうまいですね。うん、うん、今ちょっと強く言ってもらって分かんない一応言っときましたけど。じゃあ二郎さんがさ、はい、受け取った方が面白いじゃん。おお、だって二郎さん自らハンバーグ取りに来るって。でもお店の人も言ってないから。でも二郎さん行くって僕のこと分からなかったら寂しいですね。その時はテロップでちょっと年代が若いからとかカバーするから大丈夫、二郎さん。そんながっくりさせないから、スターをがっくりさせるほど。ありがとうございます。安田造船優しいから、ありがとうございます。行きましょう。これ
これこれこれかっこいいね。 あれ誰、あれこれどっちでもらった方がいいですか。飛んで、はい、やばかった。いいですか、もうちょっと、はい、危ない、ダメよ、危ない危ない、ありがとう、やばかった、ありがとう、僕誰わかる、わかります、名前だけは絶対に伊藤さん。テリーと、もっと若いと思う。俺もサッカーやってました。ありがとう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 。やべえね。テリーと、メガネもかけてない。まあ、テリーとに失礼かもしれないですね。僕の方が若いと思います。よろしくお願いします。やっぱり、ゲットしましたです。ハンバーガーです。美味しいかどうか、これから試してみます。多分みんな注目して、いやいや誰も食べてみない。いやいや、ジローさん、美味しいですから。見た目は普通。いやいやいや、ジローさん。ダメ、ジローさん。ジローさん、ジローさん。ハンバーガーってこんな感じ。いや、わかる。だから普通って。普通、マイナスじゃなくて。いただきます。どう？船の上で食べるハンバーガーは。まあ、味的に悪くないです。もうちょっと焼いてもらいたかったな、私。ちょっと生っぽい。うん、美味しいよ。美味しいですね。うん。ね、はい。みんな無理やりで美味しいと言ってるんで。すごいね、肉肉しい、ジューシー。結果ハンバーガーどうでした？あの、正直と言ったら、普通と言ったんですけれど、久しぶりに食べて美味しかったです。そうだよね。ジローさんいつも体気にするからハンバーガー食べたいもんね。ハンバーガー本当に何年ぶりかな。ね。こういうところで食べるの。余計ね。このロケーションが、ジローさん今後なんかやってみたいロケとかないの？やってみたい、例えば今回この店に行ったじゃないですか、うんうん、多分捨てる人少ないじゃないですか、うん、多分少ない、他の店もあるかもしれないから、うん、逆にそういう、まあ、女性連れて行ってそういうデートしに行ったりとかもしれないし、デートコーナーいいかもね、ジローさんの、ね、下町見に行ったりとか、うんうんうん、あとジローさんあれもらおうよ、コメント、あ、コメントが欲しいな、うん、こっちうちの近所にこんなのあるから来てよとか、コメントが欲しいです ね、 ね、でそのコメントのところにジローさん自ら行くようにしようよ。いえ、でもハンバーガーやめてくださいね。下田の町とかも、はい、ちょっと、あ、行きたいですね、なんかジローさんのね、下田町ぶらロケみたいのやってみたいです ね、 ね、だって下田いつもね、船のことを紹介してるけど、船から降りてちょっとブラブラするのも楽しいです ね、 ね、ちょっとブラブラしましょう、新しい出会い合うかもしれない、ナンパ、ナンパじゃない、市長あったら久しぶりでって、ああ、そっち ね、 ね、ああ、もうびっくりした、話し始めたら終わらないですね、うんうん、ちょっと悪口ちょっと悪口ちょっと悪口言わへん、イタリアンジョークだから大丈夫、じゃあ今年の夏も船で楽しみましょう、みんなでね、お願いします、まあ、船めちゃくちゃ楽しいから、船で遊ぶとやっぱりハッピーになる、私乗った瞬間にめちゃくちゃハッピーになるけど、美味しいハンバーガーまで食べさせて、人生最高、下田で会いましょうね、よろしくお願いします、あとお願いします、フォロー、マキさんだけじゃなくてこれもこれも、こんにちは、すいません、元気ですか、かわいいですね、何し一緒に船乗りませんか、無視しないでください、一発目失敗、こんにちは、あれ逃げた